ハボックはイギリス海軍の駆逐艦 HQ スコットランドのウィリアム・デニーブラザーズ・社ダンバートン造船所で1935年5月15日に寄港1936年7月7日浸水1937年1月18日に収益したスペイン内戦中ハボックはイタリア潜水艦イリーデに、スペイン駆逐艦 サンチェス・バルカイ・ステウギーと誤認されて攻撃された。1940年4月、第1次、ナルビク海戦に参加。その後地中海へ移動。1940年7月19日、スパダ・ミサキ沖海戦に参加。7月18日、クレタ島の北で大戦相当を行うため、駆逐艦、ハイペリオンなど4隻がアレクサンドリアから出撃し、その援護などのために、 ケ巡ジュン洋艦、シドニーも、ハボックを伴って、アレクサンドリアから出撃した。7月19日に、ハイペリオンなどは、イタリア系巡洋艦ジョ序盤にデレバンデネーレ、バルトロメオ・コレオーニと遭遇し交戦。シドニーと、ハボックも合流し、被弾した、バルトロメオ・コレオーニは、航行不能となり、ハイペリオンと、アイレクスの来撃で沈没した。ハボックは、ハイペリオン、 アイレクスと共に救助活動を行い、ハイペリオンとアイレクスがシドニーと合流するため離れた後も救助を、継続したが敵機が現れたため打ち切った。アレクサンドリアへ向かう途中、爆撃による資金弾で第二ボイラー室が浸水し、負傷者も出た。1941年3月に、またパン岬沖海戦に、1941年4月には、 ギリシャからの撤退作戦に参加した。1942年3月の第二次、シルテ湾海戦で損傷する。1942年4月6日、マルタからジブラルタルへ向かう途中に、シチリア海峡のケディビア沖で座礁し破壊される。その後イタリア潜水艦、アラダムの雷撃を受けている。ありがとうございます。